おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。どかこれは一体、まあ、笑い事じゃない。笑い事ではないんですね。熊本市の、はい、公園で遊んでた小学生、はい、はい、を殴った75歳。75にもなって小学生殴ったんですか。はい、逮捕されたってことですね。そりゃそうですね、うん、なんで殴るんですか。まずですね、はい、そのこのジジイが、はい、その公園で遊んでた小学生のそばに、はい、ゴミが落ちてたと。はいはいはい、はい、それを見て、はい、その子供たちに、はい、このゴミ片付けなさいと。これはあんたら、あ、お前らこれあれやろ、散らかしたゴミやろ、うん、違います、言うてね、小学生は。そうそう、ね、はい、そうなんです、はいはいはい、私のじゃないと、うん、返したら、うん、そのジジイが、はい、自分のゴミじゃなくても捨てないといけないんだっつって、ほなおじいさん捨てたらいいやそうそうそう、言うたんですね。そうそうそう、そう、はい、だったらあんたが捨てればと、はい、私たちも捨てれないけど、うん、あんたがね、そのね、他人が捨てたゴミでも拾わないといけないって言うんだったら、あんたが捨てたらええんや、おじい、クジジ、言うたんですね。どうせやろも言われて、逆上しまして、はい、顔面パンチと。はい。で、まあ、女の子みたいなんですが、相手が、はい、鼻血が出ると、怪我を負ったみたいですね。やり返した、それで女の子は。やり返した、そうそう。見えて、こういうジャイアンパンチって言うんですけど、これ顔面めり込むパンチのことジャイアンパンチっていうのが、こういう状態になったと。いや、私はもうあれですね、行きますよ。うん、そうですね、もう見たんでしたっけ、はい、頭蓋骨貨物でしたか。物騒な事件は、そうですね、ジジは、ゴミ箱ではなく豚箱へ、そうですね、はい、ブーメランブーメランブーメラン。いや、私はもうあれですね、なんて言うんですかね、まあ、小学生だ、 おじいにもね、自分が見つけたんやったら片付けたらいいや、暇なんやから。まあまあそうですね、何言ってんのに違うよって子供らが言うたんやったら、あ、そうって言って、うん、うん、言うて拾ったら、拾ったらいいんちゃいます、自分で。まあそうですね、うん、でまあこの一緒に遊んだ他の子たちが110番通報しまして、はい、通報して、うん、で暴行の容疑で逮捕。そうや、取り押さえてたんですかね、その間。いや、警察の調べに対しては、このジジイ、はい、注意はしたが手は出してないとかするように否認してますんで。誰か、友達動画とかに収めてるんですかね、殴られてる現場とか。あ、どうですね、わかんないけど。こういうとかついてますよね、あれが。あ、カメラね。うん、はい、完全な傷害事件、気づいた人が黙って捨てるや、余生は無償へ。学校やったらゴミ拾うけど外やとちょっと怖い、うん、私は風でゴミが飛んできた瞬間に前から歩いてきたおじいさんに連れて殴られることなんで、自分が捨てたと思われたんでしょうか、そのじじいバットでしょうか。ていうか、もうそのじじい、いや、もう、まあ、老害ですね。まあ、まあ、言ったら完全な老害なんですが、まあ、この子供もね、うん、まあ、こんなこと言われてこういう解消できるっていうのはかなりクソガキだと思いますけど。だからもう、そのジジイもね、クソガキかどうかって見極めてね、これはもう言うても多分そう言うてくるなとかいうの分かるやないですか。そうですね。まあ、僕だったらですね、うん、子供が捨てたのをね、目撃したりとかしてない限りは、うんうん、叱りに行くなら、まあ、その、ね、子供が捨てたのを見て叱りに行くならまだ、あれなんですが、うん、基本的にその、声かけないと思うんですよ。そうですね。で、さっきは事案ですか。そうですよ。声かけ事案として処理されるだけですから、ね。そうなんですよね、うん。セリフもちょっとごめんな、ゴミを捨てさ、捨てさせてって、まあ、ねえ。ね、で、女の子たちももう、もっとすごいこと言うたらいいんちゃいます？私やったら、もうすごい卑猥なこととか言うてきはって、とか、なんかゴミの話してはりますけど、そんなん抜けとちごたん。うん、もうそんなん抜けとちごたんですよ、とか言うてね、もっとひどい案件にしてね、くじじいを豚箱にぶち込んでやるわ、と思いますよ、そんな。殴られた本人やったら。あげくの果てにね、顔とか触ってきはって、私が嫌がったら殴られたんです、とか言うて。ねえ、言うたんです。くぐらされそうだな。うん、危なかった。あることないことないこと全部。言うてね。うん、
で、子供をひろゆきに影響されたんですよ。最近ひろゆき化してる子供がいるって言いました、ね、先生を論破しちゃってしょうがないクソガキやるつって出したら声かけるだけで警察呼ばれそうですね。そうですよ、本当そうなんですよ、最近ゴミ拾えて、徳詰めてラッキーと思えば幸せそうですね。自信を脇を救われそうですね。そう、この、子供どうかなと思いました。気は災いのもとそうですね。なんでこんなに他人、子供に、絡みに行くのかな。よっぽど暇人なんでしょう。そうですよ、うん。自分のゴミじゃなければそのゴミ放っておくのに。逮捕されて人生の大事な瞬間を無駄にするなんてかわいっちょ。まあ僕もそう思いますね。はい、あ。そうです。だってね、しかも殴ってないとかいうふうなこと言うんでしょ、うん、そうそう。それやったら私もあることないこと言うたんねんと、まあね、思いますもんね。あいつ嘘ついてるな、ってなったらね。そう思って。嘘ついてるなって思いますよ。絶対嘘つく。私結構友達の、歩きスマホ注意したりするので、正義感の暴走しないようにしたい。あのね、自分を守るためにも、はい、ね、鈍感力って言いますが、はい、その他人の不正を少しね、はい、まあ、自分とその直接関係ない人間だったらやっぱり無視するとかね、はいはい、まあ、さらにね、前にも言いましたけど、はい、万引き見つけてね、僕、うんうん、スーパーで、はい、固まって固まってって固まって、やっぱりそれね、通報せずに帰ったわけですよ、うん、それは何でかっつったら、うん、まずね、その僕が見た時点で商品をまず棚に返してる可能性がある、はいはいはい、通報しても多分カバンの中入ってない可能性があるのと、あとね、やっぱりその僕がレジを済ませてね、はい、外出るまで本当にずーっと見てるんですよ。はい、怖いですね。もう下手したら後つけてきそうですね。そうそうそう、それもあって、もうものすごい怖いじゃないですか。はい、変なね、逆恨みされるのも嫌なんで。はいはい、そういうのもあってね。はい、そうですね。大谷翔平はグラウンドに落ちてるゴミを拾っている、損得の気で。何しょ、ね、じっと見てきたほうがさ怖いぞ、本当に。まあ、うっすりじじいとかね、言われる世代じゃないですか、75歳なんていうのは、自分たちのこう今生きてきた時代ではね、うん、うっせえ、クソおやじとか言われる返答とかをしてた人だと思うんですよ。75歳のそのおじいさんが、例えば自分が子供の時にね、どっかのじじいから、こらって言われて、うっせえ、とか言って、逃げてた世代やと思いますよ。いや、まあ、そんな世代はいくらでもいると思うんですけど、だから子供はそういう風に返してきたら、あ、懐かしいな、こんな返しぐらいのね、で、ニコニコってしてたらいいんじゃないですか。うん、まあ、あとは君ら言うて、その、例えばね、その子供が、はいはい、本当にそのゴミが落ちてることで危険な目に遭うとかやったらまた別ですけどね、はい、うん、だったらまあ黙った方がいいんじゃないのかなと思っちゃうんですけどね、うん、もうそれこそそれをね、ちょっと面白い事件にする、何このゴミって言うてね、おじいさん、これ君らのゴミ、いや違いますとか言うたら、やばい、これ何入ってるのかとか言って、いや何やろ中とか言うてね、開け、で誰か開けようとか言うて、どうすんのこれ言うてんで警察に電話するとかね、そういうちょっとしたなんかこう面白おかしいイベントにしてしまうぐらいの勢いでいいんじゃないですかね。いや、 できるならやってると思うんですよね。そうですね。お二人で夜当たりお悩みの相談の配信やってください。夜当たり編ネタなんですけど、夜当たり一応書きたいです。いや別にいつでもやりますよ、相談こそがあれば、もしかしたら少し認知症が入っていたのでしょうか、ね、可能性もあります。そうです、そんな怒り、こういう人ってなんで捕まっていこうとするのかな、承認欲求を強めたんだろうな、自分のことじゃなくて命に関わらないから放っとく仕事とかならわかるけど、無関係の場所で無駄に関わるのさせばそうですよね。だから暇なんやからね、おじいちゃん、ほんまは。そうですね。で、子供らが公園で遊んでるの見てね、うん、あ、な、子供が公園で遊んでんのと思ったはずです、うん、ほんまは。あとね、多分、うん、正義感とかでもないと思うんですよ。そうですよ、はあ、多分ね、うん、そこにいたのがね、うん、怖いおっさんとかあったらですよ、ヤクザみたいなおっさんがないですおったら絶対言わないじゃないですか。言わないです、そんな、うん、なのにもかかわらず、その、人に言うのにね、うん、自分でやりたくないから、はい、ね、なんかちょろっと文句言われて、手が出たノータリンじゃないですか。そうです、だからそういう意味では、子供説教できる立場にもないってことですよ。そうですよ。
ああ、もうこんなとこにこんなゴミ捨ててからに、とか言うてね。ボソボソ言いながら拾ってね。言いながら拾って、ほら、あんたたちのゴミちゃうの言うて。違いますクソジジイとか言われてもな、あそうか言うて。笑ってるみたいな、ね。それは懐の深いジジイですよ。ちょうどええぐらいなんちゃいます、うん、相手の性別年齢関係なく、祖母を通るときすいません、横通りますけど、失礼しますね、それは。変な誤解されてるから。あの、足りないね。まあ、あと、あるのは、やっぱり、その、実際ね、言い出しっぺがやる理論ってあるじゃん、やるべき論。はいはいはい。お前言ったんだから、お前やれよ、みたいな。そうですよ。そんなよくある話ですよね。そうですね。うん、京都なんか特にそうなんですけどね。はい、観光地に散乱してるゴミを見て、はいね、自分のゴミは持ち帰れとは思いますけど、はいはい、誰かにこのゴミ片付けろとは絶対言わないですよね。言わないですね。絶対に。言うだったらお前がやったってなりますから。そう、まあ、ゴミ問題はそうですね。今ね、京都の観光地の嵐山でしこたまゴミが落ちてるみたいなんでね。まあ、擬音がそうですね。はいはい。もういろんなところにゴミ落ちてるんですけど。はい。でも、あとはその、他人なら、はいはい、うん、ほっとけばいいんですけど、はいはい、完全な、うん、その、職場とか、はい、あと家庭ですよね。はいはい、はい。そういうところだと、やっぱストレスになることもあるとは思うんですよね。まあね。あと、ゴミ箱。はい。なんかは、うん、半分溜まるともう、ね、はい、捨てに行きたくなる人もいれば、はい、もうパンパン詰まって溢れてても捨てない人いるじゃないですか。いますね、中には。敷地でね。そうそうそう。パンで。もうこれ以上捨てる余白なんかないわ。そうそう。っていうのにまだギリギリ入れたがる人ね。うん。で、それってやっぱり個人の、はい、その感性というか感覚。そうですね。ねえ。それとか、あと育った環境でね、うん、もう親からアホみたいにうるさい言われて育った方なんかが、逆に、はい、ね。今度もパンパンってことですか。だからそれまではものすごいちゃんとやってたんやけど、やっと解放されたわと思って、もう好き放題、ぐっちゃぐちゃに生活する方っていらっしゃるじゃないですか。まあ、ありますね。だから分かりませんね。本人の心の持ちようですよね。結局その個人のあれになっちゃいますよね。うん、外国人考えるゴミという噂を、うん、まあ外国人そのもの、ね、そのものがね、アンシャのゴミひどいそうです。アンシャマンのねすごいんですよ。ゴミ箱がそもそもないんでね。うん、あので一人置くと、うん、そこにどんどん捨ててくるんですよ。どん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 置かれていってね。一個あるだけで、もうそこがゴミ山になるっていう。とんでもないゴミが散乱してね。もう各店にいろいろ貼ってあるってやつですね。ラビさんこんばんは。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。では、一回ね、はい。まあ、一回しか毎年そうなんですけど、はい。うちのその、参道の、はい。家の前の参道あるじゃないですか。はい、はい、はい。あそこね、はい。クソガキが、はい。中学生がチャリで初詣に来るんですよ。はい、はい、はい。で、うちの前に1台止まるじゃないですか。はい。多分ね、5分ぐらいでね、はい、30台ぐらいバーッと並ぶんですよ。ここ自転車そうそうそう。みたいな。あれ勘弁してほしいですね。別にその時間車出さないんでいいんですけど、ね、家の前がもう、クソガキのその駐輪場になってるっていう。キュッキュッと喋ってね、それで自転車乗りながら来るから、キュッキュッ、もう、うわーって言うて。ね、まあ別にそこでね、この、はい、クソガキどものタイヤ全部パンクさせたのかなと思って、まあ思ってもやらないんですけど。やらないんですか？やらないんですか？何や。そうそう。はい。クソ迷惑ですね。まあまあ、ね、そうやって迷惑行為っていうかね、はい、そういう方もただまあ、いっぱいいますからね。うん、初詣にこう人に迷惑かけるやつは初詣の意味ねえから。まあまあまあ、そうです、ね。っていうふうに思ってますけどね。中学生なら近くのスーパーの駐車場に車止めてね、はい、そっから歩いてくるやつ。ああ、まあそんな方いっぱいらっしゃいますよね。はい、うん、そうです、皆さん悪うろを守って ね、はい、初詣行っていただきたい。上品に行っていただきたい、ね、そうですね、はい、それでこそ初詣の意味があります、ね、そうです、そうです、はい、ということですね、はい、子供にとにかく手を出す老人、いやもうほんま腐ってますね、はい、はい、まあまあ、まあ、だいぶ腐ってきてるんやろうけどね。脳みそ腐って、まあまあまあ、でもまあ、あれですね。まあそんなおじいさんじゃなかったんでしょうけどね。まあ、それは元、皆さん元二十歳とかありますから。そうそうそうなんですよ。いつからそんななんのかなっていうね。なんかのきっかけあるんでしょうけど。ねえ、ほんまに、女の子やのにね、しかも相手が。そう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 。ねえ。女子供に手を出すっちょ。女の子の、しかも顔
なに。そうそうそう。ほんまに考えられない。ね。もうド変態ですね。変態違う。変態違いです、ね。だからもう変態扱いにいいんですよ。だからそれは。はい、はい。あ、そうでバッチ当たるやつ。自転車、駐輪も、迷惑そうです。そうですよ。はい、まあこれ不法改造してるチャリガキじゃない気持ちです。マフラー違法改造してるチャリガキってどういうことってなっちゃうんですけど、バイクじゃない。バイクのやつもいるってことですよね。チャリガキ。バカ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 言うてる。バカ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 言うてる。ポコポコが言うてる。はい。はい、ってことでした。はい。老害はね、滅びた方がいいと思います。まあ、そうですね。三原純子。はい。まあ、今、じっと言ってますけど。三原純子さんですよ。綺麗ですよ、でも、うん、一人で。そうですね、国会なんかで映ってた一人で綺麗な方がね、ポーンって座ってはって、迷惑行為をするとその学校の品位が下がるから気をつけろと言われ、うん、まあそれは当たり前です。そうですよ、そりゃそうですよ。男もホルモン低下すると、あ、更年期、あ、そうか、それがありますかね、更年期の、あのバーのあの更年期か知らんけど、バーの何ですか、男が更年期、バーテンダーが、あら、そうなんですか。いや、前に先生とバーに行った時にね、そういうことがあったんで、あ、そうですね、はい、バーテンダーさんも、うん、あんな接客業されてるのにホルモンに影響されるんだなと思いましたもんね。びっくりしましたね、あれは。あれからも二度と話していかないですよ、やっぱりイライラしてね、普段言わないことがついね、口をついて出てしまうっていう、あの怖さ で、またほら、はい、僕かなり近しい常連じゃないですか、はい、先生に言ったら、はいはいはい、ねえ、はい、余計に多分言いやすかったんだと思うんですけど、言いやすいのもありますし、自分が最近振られたのか何か知りませんけど、そうでした、振られた女に振られた結果イライラしてたんじゃないかなって思うんですけどね、その可能性も多分、恐ろしいですね、ホルモンって怖いですね。そうですね、うーん、気をつけたいもんですよ。気をつけます。はい、はいはい、ということでした、はいはい、次いきますよ、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。